ジュゼッペ・ガンドルフォは、イタリアの画家である。新古典派の画家で、ご半生は、シチリアで後進を育てた。シチリアのカターニアに生まれた。はじめ文学を志すが、才能の不足を感じ、父親の意向もあって、宝飾品の採掘師となるが、仕事は成功しなかった。画家を目指し、シチリアの画家、デジベラートに学んだ後、20代の後半になって、 ローマに渡り、エランテに指示した。ローマでは、イギリス大使の依頼を受けて、巨匠の絵を模写し、模写した作品は、ロンドンに送られた。フィレンチェンに移り、短期間、ピエトロ・ベンベヌティの指導を受けた。1821年に、父親が亡くなったためカターニアに帰る途中に、マラリアにかかり、しばらくシシリアに泊まった。1822年に、 フィレンチェに渡るが再び病状が悪化し医師の勧めで、シシリアに戻った。シチリアの町、ザッフェラーナイトネアで治療し、病気から回復したが、その後もシチリアに泊まり、有力者の肖像画を描き更新の画家を指導した。指導した芸術家には、サルバトー・レズリア、ヌンチー・オリチュア・デッロ、老いのアントニー・ノ・ガンドルフォ、ジュゼッペ・シティ、フランチェスコ・ディ・バルトローラがいた。 1855年にカターニアで死去した。ありがとうございます。